なんかさ11時ってまだ午前中だけど、もうなんかお昼って感じでこんにちはになっちゃう。おいもちゃんはね、なんか今日ね、なんかショールームがちょっと変わった気がする。コメントがね、なんか左側は枠がね、左側丸っこいのに右ブチって切れとる。でもちゃんとコメントは読めてます。11時ぐらいからね、もうこんにちはって言っちゃう。なんか気まずくなるのがあって、なんかこんにちはって言ったらおはようございますって返されたりとか、でもなんか言われたら合わせてたかな昔は。そう、おはようございますって言われたらおはようございますって言ってたし、こんにちはって言われたらこんにちはって言ってた。それが間違いないと思って。でも今はおはようございますばっかだからね。人それぞれだよね。なんか11時から12時の間とか難しい。なんか今日も初めて、なんだろう、人に対しての声を発したのでちょっとガサガサかもしれん。なんかそう歌ったりはしたけど、その踊りながらね、こう動画流してやるんじゃなくて歌いながらやるみたいな時に歌ったぐらいでしか今日は声出してないので変な感じ。突然ね喋り出して、今はいいんですけど10分後とかにガサガサし始めるかもしれん。喉鳴った。そのためにお化粧してくれたの。そう、さっきしました。軽くって言ってもなんか適当にやっちゃうと逆に濃くなるんですよね。独り言ね言わない全然。あ、モザイクになっちゃう、虹がかかったら。みんなにはどう映ってるか分かりませんが、あのお腹鳴っちゃった。これはお腹すいたの お腹です。この服はね引っ張り出してきた。ゴブ丈なんだけど、うむちゃんが着るとほぼ長袖みたいになっちゃった。忘れてた、この長さなこと。適当に引っ張り出してきちゃったから。そう、晩ご飯まだ終わってから食べようと思って。なんかうむちゃん的に5時半から6時ぐらいがベスト。まあ5時でもいいんですけど、ちょっと配信と被るので悩んだ結果、さすがに5時より前は早いなと思って、なんで終わった後食べようかなって思います。そう、今日はさくらさんのやつがあるのでかぶらせるわけにはいかないと思ってちょっと早めです。でもその後ってなるとねちょっと遅くなっちゃうので、うん、夜お腹空いちゃうね。この後食べるから今日は大丈夫かな。なんかいつものその6時から配信するってしてたら5時過ぎぐらいには食べるから夜お腹空いちゃうんですけど、今日はねこの後食べられるので全然。そう、晩ご飯早い。でも最近は公演後にすごくお腹空いてたので、いつも食べない時間にちょいちょい食べてましたね。あの胃がびっくりしてちょっと寝づらかった。うん、いつもだったらだから食べて6時間ぐらい空いて寝るから、結構なんだろう、お腹空いた状態で寝ることが多いんですけど、さすがにさ公演終わりに食べたら、あお腹空いたと思う前に寝るんですよ。だからなんか感覚が違くて、いつもと変な感じ。6時間空けてさ、次の日食べるの8時とか7時8時ぐらいか、8時から9時の間とかなので結構時間空いてる気がする。
じかな。何時以降食べないとか決めてるわけではないんだね。なんか普通の日は基本的に8時以降は絶対食べないです。うん、なんか絶対食べないって決めてるっていうか、もうその6時あたりには食べておきたいから、なんかそれ以降はなんか食べようかなとすらならないので食べてないって感じ。食べ終わっ、なんか今日の食事は終わりっていうのになっちゃってるから、もう頭が、そうだからなんか食べないんだと思う。例えばさ、休みの日に例えばずっと寝てて、夕方寝てて8時とかになっちゃってたってなったら食べないと思う、晩ご飯食べてなくても。うん、大体その時間に寝ちゃった時ってお腹空かない寝すぎるとね、食欲なくなっちゃう。髪の毛抜けた。食べる時間帯を習慣化されてる感じですかね。そうだね、なんかしようとしてしたわけじゃないけど、これに関しては気づいたらそうなってました。はじめましてだって。でも初見じゃないらしいよ。見たことあるんじゃない？よいしょ。なんかさ、やるたびにさ、ショールームのアイテムがね変わったりしてる。うん。部屋着ですかって。服です。ちょっと撮りたい写真があったので普通に服を着ました。じゃなかったら多分今頃ただの T シャツを着てると思います。ずっとさ、ポケモン流してたからさ、部屋でずっとポケモンの歌が頭流れちゃう。エンディングとかオープニングとか。なんかね、こう何を見るか選ぶのがめんどくさいので、ずっとね、こうなんかいっぱいなんかある話があるやつ選んでみちゃう。夏服買ったって、まだなんですよ。なんか選べなくて全然、うん、全然選べなくて、なんかどうしようかなってなって、なんかもういいやってなってやめちゃうそろそろ買わなきゃ。なんかやっぱ去年よりは外出る機会、その遊びに行くとかじゃないけど私服を着なきゃいけない時が増えるので買わなきゃいけないなって思うんですけど、なんかそのお店に行くのもなかなかタイミングないし、そう結局まずはネットで見るからサイズとかね、けどそれも見つからなくて買いに行けてない、買えないって感じですかね。しかもなんか結局似たり寄ったりなの買っちゃうんですよねそう。おいもちゃん受験生のエピソードある。おいもちゃん中学校受験しかしてないのであんまりなんかないかも中高一貫だったんで、あの大学受験はしてないので中学受験しかしてないんですよね。でも緊張したのが普通の試験ではなかったから、なんだろう、自分を見られる試験って感じだった。その学力ももちろんだけど、なんかあなたについてみたいな、私についてみたいな感じだったから結構。でもさ、もうめちゃめちゃ話変わるけど、夏ってなったら、なんだろう、夏ちょい前だとに夏服で、服がもうすぐ安くなっちゃうから、なんかもうちょっと待ったら安くなっちゃうかなって考えたりもする。
グラビアの時が痩せてたピークでしたかって。今の方が痩せてる。でもその時はその時でピークで痩せてたけど、そっからまたちょっと痩せた。体重はそこまで変わってないんですけど、一応まあでもその時はその時でベストでだったので、また機会があったらまたその時がベストってなるんじゃないですかね。ほとんどマークシートだったから思い出がない。マークシートも怖くない？なんか間違えたりしたらさ、その書くところもう一気に終わっちゃうわけじゃん。だからなんかおいもちゃん的にマークシートより自分の字で埋める方がなんか安心できる。間違えてたとしても当てたとしてもちゃんと自分の回答としてちゃんとね、それでもたまにずれたりするけど、そう栄養入試じゃないかな。そう栄養入試って感じではないです。ちゃんとその学力を見られるテストもあったし、作文とか面接とかそんな感じかな。その学力も見られるって言ってもそのなんか計算を解きなさいとかじゃなくて、なんか全部が文章問題って感じで、自由に答えを書いてくださいみたいな。だから答えが合ってなくてもその道中がなんかなんだ計算過程とか、なんかどういう考え方をしてるかとかを見られる感じのテストだったと思う。うん、両親の面接もあるやつ。お芋ちゃんだけ、自分だけの面接。そう集団面接みたいな感じだった、何人かずつで。そうでもそういう面接ってさ、やっぱ人の回答も聞けちゃうから、なんだろう、順番とかもさ絶対にこっちからとか決まってるわけじゃなくて、はい誰々からみたいな感じだったから、なんだろう、自分より前に言った人がすごくいいこと言ってると思ったら一気に緊張するし、そう一番最初も緊張するし一番最後も緊張するっていう面接。マークシート、そうだよね、あの同じアルファベットが続いたりするとすごく不安になる。でも大体そういう時って合ってるんですよね、正解なんですよね。だから結局ああいうのもね、なんか自分の答えを信じるしかない。そう、答えようと思ったことが先に言われてしまうと焦る。確かにそれもありそう。でもなんだろうな、そういう時って変に変えるよりもちゃんと自分の答えとして同じでもちゃんと言った方がいいのかな。どうなんだろう、面接官の方のなんだろう、どういうところを見てるかとかわからないからね、わからないんですけど、嘘つくわけにもいかないじゃないですか。正直に同じでもちゃんと自分の経験とか思っていることとか言った方がいいのかな、うん、マークシートはある意味心理戦って。確かに。ある意味ね、なんかこう不安、一回さちょっと不安になったらさ全部がこうなんか合ってるか不安になるよね。うん、懐かしい思い出です。もはや。なんか作文だけはなんか自信があったかな、その時。絶対うまく書けてなかったと思うんですけど。就職の面接が一番緊張したよって。絶対緊張する、そんなの震えそう。得意科目は何でしたかって、うん、でもなんか高校生までの勉強って暗記だから、結局テストはね、テストは暗記だから、どれって言われると難しいかもしれん。その時による、うん、
その時に、その時覚えられる科目によるって感じだったかな、テストだとね、うん、得意と思っててもちょうど苦手なところみたいな場所だったら、苦手なこうなんか単元みたいなとこだったらちょっと不安だしみたいな。でも一応文系でしたね。世界史は得意だった、なんか楽しかった、うん、まあ日本史選択なんですけどねやっぱ選択する方ってどんどんなんか深いところまであるから難しいけど、じゃない方、一応かじるけどそこまで深く追わない方はやっぱりなんだろう、大きな出来事をちょっとずつって感じだから覚えやすかっただけだと思うけど、そう、って考えるとやっぱなんだろう、その計算問題とかより英語とかの方なんですかね。でもなんか暗記って言ってもさ、なんか全部を全部暗記するっていうよりもなんか基礎的なのをちゃんと覚えて生かすみたいなことができなきゃいけないから、結局は全部暗記なのかな、最初はね。解き方みたいなのを知らないと、よっぽどのこうなんかもう天才みたいな人だったら勝手に自分で答え解き方思いついちゃうかもしれないけど、別に天才じゃないので大元は暗記かもしれん、うん、数学の証明めっちゃ嫌いだった。でもなんだろう、学校のテストってなんか問題集に出てきたやつが出るんですよ、教科書とか。ちょっと変えただけみたいな。そうだからなんかこれ解けても結局証明ができるようになったことにはならないんだろうなって思ってた高校生の時どういうことって感じよねそう思ってました。これ解けたとしても問題集とほぼ一緒じゃんって、テスト勉強のために問題集解いてたから解けるけど、これは果たして理解したことになっているのか自分って思いながら、でも点数取らなきゃいけないから書いたけど、なんかそういう思考になる、あのテスト期間ってそう意味わかんないことばっか考えちゃう、あるある。あ、コアラさん、タワーありがとうございます。 HKT タワー、そんなのあるんだ、すごい。今日って27日か、今月何月までだっけってふと思った。今30日までです、漢字で覚えなくていい答えを漢字で覚えてたよね。そう覚えてた。いや漢字で歴史問題ってひらがなで書いてあってても漢字書けてなきゃダメって思ってたから、難しい漢字も覚えて、それがたまたまテストに出てドヤ顔で書いたら、もうこれは難しいんでひらがなでもちゃんと書いた人は丸にしときますって言われて悔しかった思い出があります覚えたのに漢字0.5 点プラスして欲しかった感じで書いてた人って思ってました。そう、最後の晩餐だったかな確か。私は書いたのよその感じをって。だからその漢字書けないからっていう理由でそこ書かなかった人は点数もらえなかったってことですもんね。い
ひらがなだけど分かってるんだよっていうアピールが大事なんですね、きっと。私は漢字で書いたけどって思いながら三角で1点っていう採点あった。あ、それあった。でも1点問題だったのかな。うん、ありえる。なんかね、難しい問題こそ1点問題にしてくれる先生とかいた。難しい問題さ、点数多くしちゃうとさ、やっぱどうしても平均点とかめちゃめちゃ下がっちゃったりするからかな、わかんないけど、うん、なんかあえて五群問題が2点の配点だったりとか、うん、漢字は読めるけど書けなくなってきた。めむちゃんはね、かろうじて観察日記書いてるから、なんか普段書き慣れてる漢字は書けるけど、突然なんか普段書かない文字漢字とかになると5秒考える、みたいな。だから辺と作り逆だったりするちょっと惜しかったなみたいな。先生も平均点下がるとまずいかもね。なんか平均点ってこれぐらいが平均点になるようなテストを作らなきゃいけないみたいなのがあるらしくて、なんか言われたことある。なんかもう大丈夫だと思って作ったのに、思ったより平均点が低くて、なんかみたいなそう、やっぱりなんか考え、なんか大変だじゃない。だって先生はさ、分かってるわけじゃないですか、答えを。でもみんなの学力とか、これぐらいは取れるかなみたいなのを考えてさ、だいたいその、じゃ例えば70点60点を平均点にしますってしなきゃいけないってなった時に、本当にそれぐらいになるように作れるのってすごくない？普通に答えが分かっているものを、あまりにも難しくしちゃったら赤点の人たちばっかになって、まあ、勉強すれば取れるみたいな話ではあるんですけど、そうだからってさ、点数取られすぎちゃうのも困るし、そう、まあね、そのみんながめっちゃ頑張って先生60点ぐらいの気持ちで作ったのに平均点90点とかになったってなったら、みんながすごいっていう話なんですけど、ちゃんと考えて、ただ問題をこう並べてるだけじゃないっていうのがすごいなって思いました。英語の勉強ってどういう風にやってたって、うん、教科書読んでたかな、ずっと慣れてた英語に。なんか今だったらさ、テストの成績いい点数取れる気がする。終わったから言えるんですよね、こういうこと。あと5分でカメレアタイムだって。あの、声だけ流してください、する方は。はじめましてだって。 STU のファンの方ですかね。なんか宇宙服みたいなの着てる。毎年同じ問題出す先生いたから、先輩から答案用紙のコピーも、それをしてる人いたけどさ、それして何の役に立つのって思ってて、大山ちゃんは。確かに、なんかそのまあ分からんでもないよ、そのなんだろう、受験とかってさ、過去問見て練習勉強するじゃないですか。でもそれってなんだろう、まあ、たまたま同じ問題が出る可能性もあるし、なんだ、その大学の問題の出し方の傾向とか知るために解くものだけどさ、なんか同じの出て分かってて
同じの出るって分かっててやるのずるって思いながら、私はできないからなんか見てる人いるんだろうなって思いながら勉強してた。なんか得なのかそんなのか分かんないよね。そうよいしょ。なんかただただ私だったらね、私だったらただただ暗記になっちゃうから、なんだろう、そこがうまくできる人はすごくなんだいいなって思う。うん、だからそういう人たちに負けないぞって気持ちでやってたから、なんかめっちゃ悪いわけじゃないよ、そのそういうなんか過去のやつを見るっていう人だって、それ見ても覚えらんない人は覚えらんないから。そう、でもなんか自分はできないから、それをだから負けないようにやるぞって思ってた。ウケる。でも多分負けなかったと思う、きっと。あの一応一番取ったから。そう、なんか今考えたら意味わかんないけど、その時はめっちゃ勉強した。問題分かっていても解けなかった。なんか多分そういうのってさ、はいはいこれ出るな、これ出るな、はい覚えとこう覚えとこうってなって、頭のここら辺には入れてるけどね、ここら辺には入れてないからポイって出ちゃうんだよね。わかる、あるある。ダンス覚えててもさ、いやここの振りは簡単だから大丈夫って思ってひょいって飛ばしたら、と次通した時に難しいとこばっか頭に入っちゃってて、簡単なところ振り出てこないとかよくある。そう、学年1位だったの。世界史だけね。意地で。でも全く覚えてないと思う今。うん、そう、初で唯一の学年1位だったと思う。いつもね中途半端なところにいたんで、なんか半分よりは上だけど別にそんな上じゃないみたいな。うん、なんかなんだろう、100人いて本当になんか30、40みたいな中途半端な位置にいました。極端だった。なんだろう、できる時はできるけど手抜いたらすぐあの成績に出るタイプ、数字に出るタイプ、うん、調子よかったらめっちゃいいけど、あ本当に無理みたいなとこだったらそれがめちゃめちゃ数字に出てた。だからね、もう一回戻って頑張りたい。ちゃんとあの頑張ったらできるんですよきっと。今だからねこういうこと言えるんですかね、その時はその時で。うん、すごい、別によく言われるんですよ、勉強できるでしょとか成績良かったでしょとか、めっちゃ普通なんですよ、調子いいと調子いいだけ。うん、上には上がいるんですよね、やっぱりその調子が良くても。うん、そうなの、全然そんなめちゃめちゃ勉強できるわけじゃないし、好きなことはめっちゃ多分やるから、そのなんか世界史みたいになんか理由があって絶対やってやるみたいなのがあったら多分できると思うんですけど、そこに行くまでがね結構こう大変なタイプ。まあそんなもんか、みんなきっと。なんかね、ドラえもんの道具でなんか毛の生えたほくろみたいなのをこうピッて体のどこかに貼るとなんかその才能が開花するみたいな道具があるんですよ。例えば音楽の
やつだったらそれ貼ったらすごいピアノがうまくなるとか、なんかそういう道具があって、本当にテスト期間は本当にそれがずっと欲しかった。やっぱ暗記パンだと食べなきゃいけないから、こう全部詰め込めるわけじゃないじゃないですか。でもその元々のその頭をこうなんか天才型にしたら別に食べる必要ないじゃないですか、暗記パンを。だからそんな道具が欲しいなと思ってた。名前は覚えてないんですけど、そういうのがあった気がする。ドラえもんの道具に、それがずっと欲しかった、私は。そう、アンキパン、多分おもちゃもあの伸びたパターンになると思う。食べすぎて結局みたいな。なんて動画かね、本当に覚えてない。もしもボックスでいいかなって、もしもボックスでもやっぱ最強だよね。それが結局なんか言った通りのことになるから全部。でもなんかそのほくろを貼る道具も外しちゃったらね、自分の能力じゃなくなっちゃうので。1ページでパン1枚はつらいって、確かにあれ両面使えるんだっけ、アンキパンって。片面だけ、どうでもいいか。でもパンって塗るものとか変われば無限に食べられる気がするんですよね。だってギュッてしたらこんなになっちゃうじゃん、パンって。こうギュッてしちゃえば、でも水分取りながら食べたら後で後悔する。お腹パンパンになって、そのパンが水分吸って膨らんで胃が大変なことになりそう。ごやまちゃんが食べ放題行った時とかあるあるなんですけど、飲み物も飲むから、それを食べ物が吸っちゃ、お腹の中で吸っちゃった時だから、食べてる時はめちゃめちゃ余裕なのに、ああ終わった、お腹いっぱい、美味しかったって言った後がめっちゃしんどい。あとなんか席から立った瞬間重みでズンって下がってやばい。立った瞬間本当の自分のお腹が今どれぐらいいっぱいなのかが分かって、でもそうなった時にはもう終わるから、終わってるから、もうなんか結構後悔する、食べてる時はね美味しいんですけどね。パンはね、でもね、一時期焼かないで食べるのがすごく好きで、何も乗らずに焼かずに、そうけど今はなんか焼くかな、なんか繰り返してる気がする。焼くのが好きな時と、何もせずに何もつけずに食べるのが好きな時。体が小さいから普通の人より食べれないとかありますか？でも胃の大きさは同じぐらいなんじゃないですかね。なんか食べれないとかはないけど、なんかどれぐらい、なんだろう、その胃に入った分お腹が膨れるかとかは変わるかもしれないんですけど、そんなになんか差はない気がします。最近くるみパン食べてないやろって、いや今月に入って食べたと思う。多分胃の大きさはね、本当にそんな変わんないと思う。内臓の大きさが変わんないのと一緒で、そんなに。ルパンのくるみパン美味しい。そうなのよ、あの米粉パンなのでもちもちで美味しいです。
おすすめでもなんか出来たてのパン食べたいな。なんか温めて食べるんじゃなくて、もうなんか作ってすぐだからあったかいの状態で食べたい。うん、食べ放題でパンとご飯もったいないですよねって。そうかな。なんかあれはなんだろう、食べてるものをもっと美味しくしてると思う。例えばそのご飯系の食べ放題だったら、なんかやっぱ味濃いものとさ、ご飯食べたらさ、もっと美味しいからさ、なんか人それぞれなんかな。なんかそこの料理ってわけじゃないじゃないですか、そこの特別な料理ってわけじゃないから、パンとご飯ってなんかそれで食べ放題で胃を埋めるのがもったいないって思う人もいると思うし、だったらそのなんかそこでしか食べられない料理をたくさん食べるぞって人もいると思うけど、あんま気にしたことないかな。普通になんかご飯が食べたいって思ったら食べるって感じ。なんだろう、ビュッフェ系の食べ放題みたいなの行かないかも。なんか焼肉とかしか行かないから、もうご飯がないと焼肉じゃないと思うぐらい焼肉にご飯は大好きなので頼んじゃう。何杯も頼むわけじゃないけど、絶対最初に頼むかな。うん、食べ放題本当に味が濃いって。そうなんだ。焼肉行きたいな。本当に焼肉はご飯がないと、なんかダイエット中とかでも焼肉の時のご飯は許しちゃうでもなんか最近はあんまりお米ってならないかな。まあ、なんだろう、その公演前とかはやっぱ動くからお米食べたいなって思うけど、そう、お肉頼まないの？頼むよ。お肉メインでやっぱご飯があった方が美味しい。焼肉は、あ、そう、ゴールデンウィークのやつはまだ頼んでないんですよ。いつ食べられるか分かんないなって思って、その届いてからの期限も書いてあったから、ちゃんとなんかいつか食べるようにって思って頼むんじゃなくて、ちゃんと食べられる時になって頼もうって思ってるんですけど、ソロブチかな。うん、まあどれぐらいで届くかもわからないのでねそう、そろそろ頼みたいなと思って。メンバーが結構さ、もう頼んで食べてるじゃないですか。だからなんか早く頼みたいなと思ってるんですけど、楽しみだな。まだ決められてない。そしてで、焼肉食べたくなった。冷凍だから解凍しなきゃ大丈夫かと。でもね、届いてから何日、なんか1ヶ月とかって書いてあったんですよ。発送日だったかな、忘れたけど。そう、まあ、なんかできるだけ一番美味しく食べられる時に食べたい種類何種類あったかな、 8種類ぐらいあった気がする。うん、忘れた。グルタンがカニ食べてたってね。カニでも、エモちゃんは一回カニだっけ、カニアレルギーになったので、元気な時に食べたいな。なんか一回さ、食べて調子悪くなったものとかってさ、あのちょっと疲れた時とかはなんか食べないようにしちゃう。その揚げ物とかもそうだけど、あのやっぱ
揚げ物って普通に食べても普通の時に食べても胃もたれしちゃったりするから疲れてる時ってやっぱ胃もね一緒に疲れてるだろうなって思ってなんかあんまり食べないようにとかしちゃう。そのカニアレルギーもさめっちゃあのタイミングとかその体の調子で出たやつだったから普通に食べる分には絶対大丈夫だと思うんですけど、やっぱ一回こう出たものだからちょっと体調悪い時はちょっと避けとこうかなみたいな感じになっちゃう。うん、そう一回なるとね、分かるって人いる。そう体に出ちゃうからね、どうしても。で基本的になんか熱とかよりもこう体の表面にいろいろ出るタイプなので、そうジンマシンとかね出るタイプだから、そう結構わかりやすい気がする。一回そうなると体が受け付けなくなる。わかる。よっぽど好きじゃないともういいってなる好きだとね懲りずに何回も食べちゃうけど、基本的に食物アレルギーはないので大丈夫かな。あ、牛乳くらい苦手なのは体が本当に飲みたいってなったら飲むけど、うん、お腹痛くなっちゃうので普通の時はあまり飲まないかな。飲みたい時だけ。豆乳は全然大丈夫。牧場のめっちゃ濃厚なソフトクリームでもお腹壊しそうってどうなんだろう。牛乳は体が慣れてくるみたいよって。え、そうなの。おむちゃん学生の頃からずっと飲んでるのに全く慣れてくれないんだけど何かに入れたりとか加熱したら大丈夫なんですけど、なんかそのままの牛乳はお腹痛くなる。ちょっとコーヒー牛乳とかいちごミルクとかは全然大丈夫なんですけど、なぜか普通に牛乳だから飲むとしたらだからホットミルクかな。うん、ヨーグルトもね、ヨーグルト大丈夫。でも脂肪ゼロのやつにするかな毎回。なんか気持ちいい。なんか普通のヨーグルトだと肌荒れする気がして、そうでもヨーグルトが食べたくて、なんとなく一時期ヨーグルトにハマってオイコスばっか食べてたんですけど、その時は全然だったから、なんか本当に気持ちの問題だと思うんですけど、関係するかもわからないけど、こうなんか脂肪分多めのやつは食べないですね。でもこうやってさ、一回さ食べないってしばらく食べないから急に食べた時とかにびっくりしちゃうんだろうな体が。なんかその食べ物を一生食べないわけじゃないじゃないですか。だからね、もう次食べた時大丈夫なんかなとかよくさそのダイエットとかでもさ食事制限してめっちゃ食事減らしたりとかする人いると思うんですけど、なんか一生その食事で生きていくわけじゃないから戻した時に増えちゃいそうだなって思っちゃう。なんかそのためにね徐々に増やしていったりとかするんだろうけど、多分おいもちゃんは
ダイエット終わったってなったらすぐに普通の食事に戻しちゃうと思うから向いてないなって思う。うん、その分減った分すぐ戻っちゃうと思う、下手くそだから。今はね、あの極端な制限はしてないです。食べるものは考えるけど、ある程度。あ、そう、グラビアの話をしなきゃいけないだった。あ、お腹空きすぎて。手元に今あるんですよ。なんか自分で見るの恥ずかしいんですけど、なんかね、なんか最初赤の水着、最初これじゃなかったんですけど、形がね、途中で最初着てたやつと変えたんですよね。なんでか忘れたんですけど、こっちの方がいいってなって変えました。あとなんか1ページ目お花持ってるんですけど、すごいこの扱いが難しくて、どこで持つのが正解なんだろうと思ったら、なんかちょっと下って言われて、下？こんな下で持って映っているのかって思いながら持ってました。そう、あとね、1,2,3 ページ目のね、後ろのねドット絵みたいなやつが明太子にしか見えないねって話して、唇なんですよ、後ろのなんかここにある、なんだろう、タイルみたいなやつ。そう、誰かが明太子にしか見えないって言ってから明太子にしか見えなくなった。そう、何のお花なんだろう、ダリアみたいなやつですかね。で、青のワンピースはあの海に、はい、なんか最初海で撮影するって聞いて、入ると思わなくて頑張って入りました。すごく応援されてた、メイクさんとかにあの頑張れって言われてた、寒かったからね。で、あのこのベージュの水着のやつは、そう、スタッフさんがあのうまかっちゃん用意してくださってて、そうで、おもちゃんがちくわが好きっていうのも知ってて、こうやってラーメンにねちくわ入れて食べたんですよ。こんな格好でラーメン食べるなんてと思ったけど美味しかった、うん、前髪も全開で恥ずかしいけど、なんかこの時はもう前髪なんてどうでもよかった。私はやばいな、この時さ、顔とか腕とかはさ、その日焼け止め塗ってたんですけど、お腹とかさ、背中とか日焼け止め塗ってなくて、絶対焼けたと思うんだよね。そんなに何時間も外にいたわけじゃないんですけど、やっぱ紫外線って強いからさ、後から気づいた、帰る時に、そういえば私背中とか日焼け止め塗ってなくないと思って、そう、このこういう体勢とか普段しないからさ、ちょっと起き上がるみたいな、もうなんか息できんかった、ずっと。なんか最後にね、羽織ってるやつ、最後のページに羽織ってるやつは、本当はなんか途中で外したんですよね。そう、なんか逆に透けすぎみたいな。そう、透けすぎてて、なんか逆になんかこう羽織らん方がいいんじゃないみたいな感じになって、なんか普通のね、こう羽織物だったんですよ、こうなんかただの布とかじゃなくて、普通に腕通して羽織ってみたいな感じのやつだったんですけど、結局なんか使ってた。
んな感じですかね。赤の水毛が変わったっていうのは何だろう、ほぼ一緒なんですけど、ちょっとなんかここら辺の形が違うだけだった。本当はこのまっすぐのやつだったんですよ、まっすぐの、けどそれがなんかちょっとこうなったみたいな感じですかね、形がね。そうだからほぼ一緒でも、この赤なのもお芋ちゃんが赤が好きっていうのをこうリサーチしてくださってて赤なんですよすごく、そんなになんかなんだろう、今までその撮影で衣装を用意してもらったりとかしたことはあったけど、なんかこんなちゃんと今までの撮影もちゃんと考えてくださってたと思うんですけど、ちゃんとこういう理由でこうなんだよって言ってもらったのは初めてだったので、なんかすごい自分のために用意してもらったって感じですごく嬉しかったですね。うん、その変わったって言っても水着がほぼ一緒です。本当になんか柄とかじゃなくて普通に赤、ただの赤の水着、ただのって言い方したらあれだけど、普通の赤の水着でちょっと形が違うってだけ。そんなに変わんないです。だから多分どっちで撮ってても同じ、私的にはね。でもこっちの形の方が良かったんだろうな。皮が剥けた今、なんで変わったかは知らん、うん、でその観察日記のこともこう最初触れられて、なんで知っとるんと思ったら、メールを取ってくださってたみたいで、その時そう恥ずかしかった、まさか見られてるなんて思わなかったから。なんかすごいなんだろう、この文章とかもすごいなんだろう、メールに沿ったメールのいつもの文章とかでに沿ってる内容で、すごいなんかもうなんか一瞬待って恥ずかしかったんですけど嬉しかったです。夏みかんさんが配信でグラビア褒めてましたよって。いやいや、夏みかんさんは誰のグラビアでも好きよきっとそうね、だからそんな感じですごく楽しかったです。撮影もアンケート送るまでがねグラビア鑑賞なので、皆さんぜひよろしくお願いします。え、文章おもちゃんが考えたんじゃないよこれって。いつまでなんだろう、あ、30日だからもうあと何日かです。もう今日まだ送ってない方は今日この後送ってくださいそう、あ、ちょっと待った、足が、またね機会があったらなって思うんですけど、まあ、いつ言われても大丈夫なようにはしときたいなって思います。なんかそんぐらいの気持ちの方が太んない気がする、自分がやるぞって気持ちよりも、その時にもしもの時に焦らなくていいようにって思った方がいいかなって思って。初のグラビアがソロとは緊張しませんでしたか。でも前日までね武田と一緒だと思ってたんですよ。なんか一番最初になんか武田と2人か1人かどっちかでやりますって来てて、ではどっちなんだろうなみたいな。でも最初だからあえて1人がいいのか、それともやっぱ2人の方が緊張しないのか。いやでもなんか普段さこうなんか喋ったりするメンバーと急に水着で対面するのって恥ずかしいかなとかいろいろ考えてたら、なんか前日になんか撮影の交番が来て、あ、バラバラじゃねみたいな日付が来た時、この日撮影ですって来た時は武田とボムさんで水着ありますみたいな感じで来てたから、お武田と一緒かって思ってて、どんな感じだろうねって話してたんですけど、そうだマネージャーさんも多分そのつもりでいたと思うんですけど、ただ同じ日に撮るってだけだったそう交番見たらそもそもなんか乗る雑誌っていうかその発売が違った、お芋ちゃんの方がその7月号6月発売分
って書いてあって、そう、いや撮影は見てなかった。例えば武田が朝からお昼にやってて、この一瞬だけあって、あの武田の後ろに一瞬だけ映って、あとはもうずっとお芋ちゃんって感じで、うん、だから本当にそんな感じでした。でお芋ちゃんそのさ一人で向かったんですけど、その現場まですごいなんか難しかった。初めて行く場所だったから、タクシーで住所を言ったんですけど、そのタクシーの方も初めてだったみたいで、あのどこら辺ですかねみたいな、ちょっと分からなくてすみませんみたいな感じで、ぜひまだね売ってると思うので探せば、この間あの私が行ってなかった本屋さんはあったのできっとあると思うんですけど、ぜひチェックしてください。ここに名前載ってます。またね機会があればねいいなと思います。やっぱなんだろう、その水着がしたいとかそういう話じゃなくて、やっぱなんだろう、自分のために自分のこうしてもらう機会があるのってすごくなんだろう、いい経験だし嬉しいので、なんかあったらいいなって思います。あ、やばいやばいやばい、もう走行会始まっちゃうじゃん。じゃランキングパパって見ますね。13位まさみさん、結んだ髪型また楽しみにしてますって、ありがとうございます。次何しよっかな。12位 PKS 通りすがりさん、ピカソありがとうございます。11位マーシーさん、お芋ちゃん欲しいってありがとうございます。10位しのぶさん、芋立ちありがとうございます。9位きどっちさん、ありがとうございます。8位ひーちゃん、来週の公演でお芋ちゃん汗で干からびないか心配って、基本的に干からべてるのでね毎回ありがとうございます。7位のりあつさん、ありがとうございます。今立ち。6位はやったーさん、ありがとうございます。5位海坊主さん、お芋ちゃん完売おめでとう。あ、この話しなきゃいけなかったのに、ありがとうございます。もうすぐこうやって自分がした話ばっかりしちゃった。6位赤いグリフォンさん、芋立ちありがとうございます。ちょっと順位変わっちゃったんですけど、4位メビウスさん、ライブの練習や公演三昧でハードだけど頑張っ ってありがとうございます。3位クリボーさん、福岡横浜完売おめでとうってありがとうございます。2位はやったーさん、熊本楽しみって、お芋ちゃんも楽しみありがとうございます。1位コアラさん、ありがとうございます。多分今月もう一回配信すると思うので、その時改めてね完売ありがとうを言いたいと思います。なんかもっとなんかまだあと30分ぐらいある気持ちだったんですけど、全然なくてちゃんと話せてないんですけど、とりあえず本当にありがとうございます皆さん。多分ね次の配信ではこれで30分使うと思うので、多分ね今日はねこの時間帯で見られない人も多いと思うので、またみんながちゃんと見れるいつもの夕方の時間帯にできたらいいなって思っているので、でもちょっとねありがとうの気持ちは本当にちゃんとありますということで、次の配信でもっとちゃんと話したいと思います。実はちょっとメモもしてたんですけど、これは絶対言うぞって安心しきってました、ごめんなさい。じゃあ次ねぜひちゃんとみんなが見れる時間帯の時に話をするので、その時に見てください。それでは壮行会始まりましたのできっと見てください。見ます、おいまちゃんも。じゃあありがとうございました。 See you again、 また来て again、 バイバイ。本当に完売ありがとうございます。泣いた実はありがとう。